お疲れです。カビバスターズ、世良団長です。今回は、カビが発育する4大要素を喋りたいと思います。カビが発生する4つの条件。1つ目は酸素です。で、まあ人間がこう呼吸している酸素より少ない量の酸素でカビは発育していきます。2つ目が有機物、まあ、人の垢だとか髪の毛、油、いろんなものがあると思うんですけど、ホコリの中にいろんな有機物が入ってますんで、空気中にも。ですので、それを栄養源にして育っていきます。で、3つ目が温度です。一番発育するって言われてるのが25度から30度です。今この日本の住宅でだいたい年間通して27度っていうのが目標とされて、27度で安定させようとしているので、カビにとって発育しやすい温度となっています。4つ目は湿度です。相対湿度が 70% 以上になってくるとカビは元気よく発育します。で、この今言った温度と湿度と栄養分と酸素、この4つの条件が揃わないとカビは発育しません。で、そんな中、まあ、今の住宅のカビの対策として、まあ、カビが生えないようにするのはどれか1個を省けばいいんですね。で、その1個っていうのが、まあ、温度も寒かったり暑かったりしたら嫌じゃないですか。で、酸素がなかったら人間育ちませんし、手垢だとかいろんな有機物も絶対あります。ですので、4つ目の相対湿度、これを管理することによってカビの発生はなくなります。ですので、まあ、先ほど言った 70% 以下で湿度をコントロールするのが一番カビ対策にいいとされています。で、そんな中で、まあ、エアコンで除湿もついてますんでやってますけど、やっぱりエアコンよりは除湿機の方が有効的です。で、除湿機がなぜ有効的かっていうと、湿度何パーセントで制御するっていう風になってますんで、例えばお部屋の相対湿度が 70% 以上になってきたら除湿機が動き出して、例えば 60% とか 65% になったら除湿機が止まるっていうような設定ができるもんですから、カビ対策には除湿機の方が向いてます。で、まあ、最近ではエアコンでも70% 以下にするとか 65% にするとかっていう新しい機械も出てきてますんで、そういうのをつけられるとカビ対策には有効的です。今回は以上です。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあバイバイ。